お客様、どうもこんにちは、かずひろです。今回は100円ショップで買ってきたものをご紹介しようと思います。まず一つ目はじゃん、マルチスライサー100円。まあ普通にキャベツとか野菜とかスライスするやつですね。そしてじゃん、電子レンジでも使えるでっかいお皿ですね。まあ丼みたいな感じですね。僕基本でっかい丼好きなんで、まあでっかいと万能じゃないですか。だからこれで全部いろんなものを食べてるんですけど、まあ追加購入ですね。もともと4つくらいあるんですけど、さらに買い足しました。お次はじゃん、電子レンジで使えるお皿ですね。どっちもプラスチックみたいな材質になってます。これもね、結構ほら広くて浅いけど使い勝手良さそうですよね。やっぱね、ガラスだとね、洗うのも割ったりしないか怖いし、落としたら割れちゃうし、まあ扱いがめんどくさいのでプラスチック選んでます。お次はじゃん、100円の洗剤です。基本的に洗剤は使わないんですけど、マグネシウムのやつで洗剤しているんですけど、なんかベッド汚い軍手とか違うものを洗うときはこれ使おうかなと思います。まあ、しつこい汚れ用ですね。お次は、じゃん、プラスチックのちっちゃいコップですね。ファイバーコップって言うみたいです。繊維質の何かで作られてるみたいですね。これは電子レンジ不可です。お次は、じゃん、ボルトとナットワッシャーセットですね。今、ボットントイレの外側を修理してるんですよ。で、煙突を固定するところのボルトがなくなったんで、ちょっとこれで直そうと思います。お次は、じゃん、ニッパー。守ってなかったんで買いました。お次は、じゃん、南京錠。宅配ボックス外に作ろうと思ってて、まあ、これで鍵をつけようと思います。次は、洗剤ですね。お次は、薬ケース。いろいろサプリメントケース買ってきたんですけど、ちょっとどれもね、使い勝手良くなくて、またこれ買ってみました。1個がでっかくて、入り口が個別に開くタイプなんで、まあ、これの方が使い勝手良さそうだなっていう感じで買いました。次は、じゃん、電子レンジでパスタですね。昔こういうのって800円くらいしてたんですけど、今100円で買えるのすごいですよね。パスタはね、コスパ最強なんで、たくさん食べようと思います。お次は、じゃん、布団叩き。まあ、布団は叩かない方がいいっていう説もあるんですけど、まあ僕はちょっと叩きたいので、布団叩き買いました。お次は、じゃん、パスタストッカー。これ全部で4つ買いました。使用用途は、パスタも入れて、そば、冷麦とか、そういったのも入れようかなと思って買いました。お次は、じゃん、布団挟むやつですね。この辺、風がすごい強いんで、これで挟んで乾かしたり、メンテナンスしようと思います。お次は、じゃん、割り箸。基本箸はね、僕割り箸使ってますね。安いんで。お次は、じゃん、小物入れ。まあ、いるかどうかわかんないけど、とりあえず買っときました。ちっちゃい工具のパーツとか、まあ、これも追加で買いましたね。まだたくさんあるんですけど、一応買っときました。100円ショップでね、使うかわかんないけど買っちゃいますよね。お次はこっち、これ、お名前シールですね。名前書いて貼っとけばわかりやすいですよね。基本僕は、お名前シールを対応しようと思います。やっぱね、物がどこにあるかわかんなくなっちゃうがちなんで、こういうので、しっかり名前書いて、コスパよく、効率よく物を探せる仕組みにしていこうと思います。お次はじゃん、でっかいタッパー。でこんなでっかいタッパー100均で売ってるのね、知らなかったんですけど、すごいですよね。まあ、これに野菜とか入れてサラダ手軽に取れるようにしようと思います。はーい、ってことで今回は100円ショップでいろいろ買ってきました。やっぱね、キッチングッズとかね、100円ショップで揃っちゃうので安いですよね。普通のお店で買ったら1万円くらいしそうなキッチングッズも100円ショップで揃えたら2000円くらいで収まっちゃいますからね。本当にコスパ最強ですね。今後も利用しようと思います。私和弘の Twitter ブログ、その他 YouTube チャンネルも動画概要欄のリンクからご覧いただけます。そして動画下のチャンネル登録ボタンとグッドボタンのクリックお願いいたします。